いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はね、ネズミ捕りをね仕掛けていきたいと思います。はい、まずね仕掛ける場所に行く前にね、これハリボね、これを、はい、もう4つしかありませんね。はいね、何色でもいいですけど、ちょっとなんかベタベタしてますけどね、なんか、はい、前回ねちょっとね、はい、ネズミがね出たので、はい、ちょっとねとにかく危ない危ない、こうねネズミはあまりいいことはないのでね、はい、こんな感じで、まず どうだったっけな、こうですね、こんな感じですね、はい、こうですね。そしてここのね先っちょに、これね高圧洗浄機で綺麗に洗ってますんでね、はい、よいしょ、刺しましたね。でここのところにね引っ掛けるよというような形です。これでね緩めれば OK。 危ない危ない、はい、とにかくねここを押さえながらこれね緩めましょうね。まだ緩める必要はありませんけど、 こっちですね、はい、ここですね、はい、では行きましょう。はい、で置く場所はね、ネズミがまず通ったところ、今ね先ほどもねここに蜘蛛の巣が入っていたんですが、それをね今除去してます。はい、ネズミがね通ったのはこの辺なので、はい、ちょっとね虫が、大きなハエがいますね、この辺に置きましょう。はい、そしてね多分ここを通るでしょうということで、はい、でこれねまず仕掛けしましょう、ね、蚊もいるんでね、危ない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 、自分のね指と、ちょっと危ない、ちょっとねなんかハエですね、ちょっとね手袋しとけばよかったんですが、はい、もうねここまで来ると絶対明日捕まえるぞっていうぐらいの、はい、こういきますね。はい、で先ほど言ったようにねここですね、はい、これで仕掛けが完了です。はいね、このままだとちょっとねネズミに、まあネズミというかね他のね生物にちょっとね荒らされると困るんで、これでねちょっと蓋を閉めましょう。はい、こんな感じでどうでしょうかね。もうこの時点で触った段階でもうねアウトなんですが、こうしましょうね。よし、はいね、バチンって今しませんでしたね。まあただねちょうどこれね入ってきた時に、まあ上にね持ち上がる、まあその力の方が強いでしょうからね、まずちょっとこれでやっていきたいと思います。はい、明日確認してみましょう。はい、ということです。はい、ではねもう朝になってというかお昼ですけどもね、ネズミがいるかどうかまずね確認していきましょう。これね蜘蛛の巣があったら困るんで、こうね行きます。はい、ではねこの中にいるかどうかなんですが、開けてみましょう。おっと、何にもなってないですね。はい、ということでネズミはね、はい、ここをまだ通ってないよということで、このままね火に当たっちゃうとちょっとね場合によってはこれ溶けちゃうんでね、はいね、ちょっと今振動でバタンってねたら困るんですが、あとねこれ大変なことが分かりました。これね、はい、ハリボーをねちょっとここに置きっぱなしにしちゃったところ、なんということでしょう、まだね4つあったやつがこれ中全部溶けちゃいましたね。はい、なのでねこれハリボーは直射日光絶対ダメね、置いといたら溶けちゃいますんでね、どっかにねおそらく書いてるでしょ、ね、直射日光に置いとくと溶けますよとね、はい、あ溶けたり、ね、高温により溶けたり風味が変わりますということでね、はい、完全に溶けてしまいました。はい、ね、引き続きちょっとねウォッチはしていきたいと思います。はい、ではね24時間経ちましたね。まずちょっとね確認だけしていきましょう。まずね蜘蛛の巣があったらこれね、はい、上にこれ蜘蛛いますね、これね、はい、蜘蛛ちゃんごめんなさい、ポイントねポンポンと、はい、ではねここにいるかどうか、は
はい、ね、板バネがまだそのままなんでネズミがね引っかかってることはなさそうです。ではね、また明日確認しましょう。はい、ではまたねネズミが引っかかってるかまず確認していきましょう。はい、やっぱりね、はい、引っかかってはいなさそうですね。ちょっと見てみましょう。はい、ということでまだね餌そのままです。ちょっと警戒してるかもしれないですね。はい、ここをねネズミがこの間通りましたね。はい、ではまたねネズミの状況見ていきましょうか。はい、やっぱりね引っかかってる形跡ないですね。はい、また見てみましょう。はい、こんな感じで餌そのままねありますね。はい、餌を取ったらねバチンとね行きますんで。はい、ここねネズミが通ったことがね以前ありますんで、ちょっとねここに仕掛けてますけどもね。はい、引き続き観察しましょう。はい、ということでねちょっとまた見に行きましょう。はい、どうでしょう。はい、なんかねあれバネがね、うわもうハエがねいますね。これうわわわわわ、これネズミが引っかかる、うわ巨大なネズミが、はい巨大なネズミがねやられてますねこれね。よし、うわわ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 わ、はい、いうことで、はい、ね、ネズミ捕獲大成功ということになりますね。はい、わわわわわ、これね手袋してますんでネズミのね尻尾もね生きてないでしょ、大丈夫。うわーうわわわわ、はい、ね、これに見事に挟まったようですね。はい、てなわけでねまたね穴に埋めていきましょう。はい、今回はねアナフォリスコップね用意してそれでね行きたいと思います。はい、今回は結構でかい。はいね、また例によって埋葬していきたいと思いますが、こちらのねこの間整備した穴掘りスコップいきますね。こんな感じでね今回は、はい、50センチぐらいね深いところに、はい、よしね入れてあげると、はいね、畑の作物とかにね影響がないのかなと思います。はいね、いいですね。はい、ではネズミちゃん、はいね、成仏してください。はいね、ハエさんも一緒に入ってください。よし、はい、ということでね、ポイしました。はい、ということでね、無事に埋葬が終了しましたよ。はい、ね、ここですね。はい、ね、埋葬してるシーンはショート動画でご覧ください。てなわけでね、ネズミ捕り大成功。以上、ご視聴ありがとうございました。